聖パトリック勲章はアイルランドの最高勲章。グレートブリテン及び北アイルランド連合王国の騎士団勲章の中ではイングランドのガーター勲章及びスコットランドの失する勲章に次ぐものと位置づけられている。正式タイトルはザモースとイラストリアスオーダー・オブ・セイント・パトリック。ヨーロッパのオーダーは中世の騎士団に由来、あるいはその制度に習った英典制度であり、 騎士団へ入団することが栄誉とされていた。しかし、やがて騎士団の団員賞である気象も意味するようになり、その授与が栄典とみなされるようになった。デコレーションなどの他の勲章を特別するために、騎士団勲章とも呼ばれる。現在でも、イギリスのオーダーは、騎士団への加入という意味が強く、団体として記述されることも多いが、日本語圏では、慣例的に騎士団の気象だけでなく、 これら英典全体を勲章と称し、名称を勲章としている。そのため、本校ではこの英典の名称を聖パトリック勲章と記すが、その制度等の説明では、騎士団として扱う。大樹と聖章を着用した、天文学者第三代、ロス伯爵ウィリアム・パーソンズ聖パトリック勲章は1783年に、ジョージ賛成により創立され、 1921年にアイルランドの大部分がアイルランド自由国として独立するまで、聖パトリックの騎士への助任は頻繁に行われていたが、1936年以降は一人も助任されていない。最後の保持者であったグロスター・コー・ヘンリーも1974年に死去している。しかし、厳密に言えば騎士団はまだ廃止されていない。エリザベス2世は、 騎士団の主権者であり続けており、アルスター・キング・オブ・アームズも現存している。騎士団の守護聖人はその名の通り聖パトリック。騎士団としての標語は、キー・セプリビットである。これはブルガータにおける、ローマの神徒への手紙8章35節、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですかからの意味である。イギリスでは、バス勲章以下の勲章は、連合王国全体のものだが、 高位3勲章は各構成国の勲章であり、ガーターはイングランド、シススルはスコットランド、そして聖パトリックはアイルランドの勲章とされている。ただし、ガーター勲章は連合王国あるいはイギリス連邦全体の最高勲章でもあり、スコットランド並びにアイルランドを含む連邦諸国の功労者及び他国の勲主にも授与される。 聖パトリック勲章はこれら3勲章の中では、歴史が最も浅く、順位は他の2勲章に次ぐものとされている。ガーター勲章と失する勲章は大事を左肩から右腰へかけるが、聖パトリック勲章は以下の勲章と同様に右肩から左腰へかける。ダブリン城のグレートホールで1783年3月17日に取り行われた 騎士団設立のための任命番3回、アイルランド議会からの政治的な支持への報酬として、イギリスがアイルランドへ実質的な自治権を付与した1年後の1783年に設立された。騎士団の規則では、団員は男性のみであり、かつ士もしくはジェントルマンの階級に属し、さらに後者はその人物の母方、父方双方において3代にわたって、 高貴な身分であることと定められた。しかし実際にはアイルランド貴族がほとんどで、それ以外は王族が時々任命されるのみであった。騎士団の象徴の一つには聖パトリック機が選ばれた。この旗は1800年の合同法によりユニオンフラッグに組み込まれるまでの間、反公式的にアイルランドを象徴するために使われた。しかし、 騎士団設立以前における聖パトリックもしくはアイルランドとこの旗の関係は不明である。初期における騎士の一人に第二代リンスター校、ウィリアム・フィッツ・ジェラルドがいたが、彼の紋章には同じ十字が入っていた。1907年、アイリッシュ・クラウン・ジュエルと呼ばれる君主用に特別に作られた騎士が当時の君主であるエドワード7世の訪問直前にダブリン城から盗まれ、 国際的に報道された。その行方は今でもわかっていない。アイルランド自由国として1922年に連合王国を離脱した際に WT コスグレーブを筆頭としたアイルランド評議会は叙勲を続けないことを決定した。それ以降では3人だけが騎士に除任されているが3人とも英国王室の人間であった。 当時のプリンス・オブ・ウェールズは1927年に、除任され、その弟である、グロスター公・ヘンリーは1934年に、そしてヨークコ・アルバートは1936年に、それぞれ除任された。1974年に死去した、グロスター公は、騎士団の最後の生き残りであった。しかしその後も決して廃止されたというわけではなく、 アイルランド政府においても復活に関する議論が何回も行われている。1943年にウィンストン・チャーチルはチュニジアにおけるハロルド・アレクサンダーの功績に報いるために除任の再会を提案した。しかし他の閣僚や官僚の意見はロンドンとダブリンの間の外交バランスを崩しかねないというものであった。 アイルランドの首相、ショーン・リー・マスは、ジョニンの復活を1960年代に考えたが、結局踏み切らなかった。イギリス君主がジョニンを一方的に復活させることまずありえないが、イギリスの君主とアイルランド政府が共同して、君章を AI 合同の英典制度の一部として、再設立する可能性はある。アイルランドの新聞、サンデー・インディペンデントは2004年7月に、 序人の復活と AI 関係の分野で有名になった人々に対してアイルランド大統領とイギリス君主による共同での助勲をすべきとする論説を載せた。他の出版社においても似たような提案がなされている。アイルランド憲法では第40条1項において貴族の称号を国家は与えないとしており、さらに同条2項には貴族もしくは栄誉の称号は 政府の事前承認を伴っている以外は国民は受け入れてはならないとある。この条項がアイルランド国民が聖パトリック騎士に乗されることを禁止するものであるかどうかについては専門家の間でも意見が分かれているが貴族の称号という一文が世襲貴族やその他の貴族称号を意味しているという示唆はなされている。いずれにせよこのようにアイルランド国民は 在位中の連合王国君主が賞を授与することに対するアイルランド政府の承認を求めている。聖パトリック騎士団の主権者はイギリス君主である。アイルランドにおける君主の代理であるアイルランド総督はグランドマスターを務めていた。アイルランド総督の役職は1922年に廃止され、最後の総督とグランドマスターは初代ダーウェントのフィッツ・アラン施策。 エドモンド・フィッツ・アラン・ハワードであった。騎士団は、はじめ、15人の騎士と主権者で構成されていた。1821年にはジョージ4世は6名を新たに騎士に除任したが、これを認めるロイヤル・アラントを彼は1830年まで出さなかった。1833年にウィリアム4世が正式に規則を変え、騎士の定数を22とした。 ガーター騎士団のものを原型とする最初の規則では、騎士団員の欠員は、主権者の指名によって埋めるべきと定められていた。各々の,の,の騎士は9人の候補者を提案し、投票を行った。候補者について、3人は白尺以上の尺位を保有していなければならず、3人は男尺以上、さらに3人は騎士以上でなければならなかった。 実際には常にこのシステムが使われていたわけではなく、グランドマスターが貴族を候補者に指名した場合は、主権者は通常それに同意し、新しい団員を選定する会議が開かれた。聖パトリック騎士団はこれまでに貴族と王族のみが除されているという点で、イングランドのガーター騎士団やスコットランドの失する騎士団とは異なっている。君主以外の女性が、 聖パトリック騎士団に上されることはなかった。一方、ガーター騎士団は、上王以外の女性騎士団員がいない期間があったが、制定当初から女性も除任されており、失する騎士団も女性の除任が制度化されたのは1987年ではあるが、それ以前にも女性が除任された例はある。なお、1871年までは、 聖公会派に属するアイルランド国教会がアイルランドの国境であり、騎士団としてもこれに関わっていたにも関かかわらず、騎士団の歴史を通じて数人のカトリック教徒が騎士団員に任命されている。聖パトリック騎士団には初期において13の役職が存在した。これらの役職の多くは当時国境であったアイルランド国教会の聖職者が担っていた。 1871年の国境廃止後、聖職者たちは生涯役職に止まることが許され、死んだ時にその役職は廃止もしくは公職とするために再編された。記録官とキング・オブ・アームズを除くすべての役職は今では空席となっている。総長この職務はアイルランド国境界の最高位聖職者であるアーマー大主教が担っていた。最初の規則には、 総長は記載されていなかったが、その後間もなく、ロイヤル・ワラントによって設置された。当時の大主教がその地位を要求したことが理由と見られている。最後の総長が死んだ1885年以降、その座は空席のままである。長官アイルランド国教会における、自席聖職者であるダブリン大主教が務めていた。 1886年以降は、その役職はアイルランド担当時間にとって変わられた。1922年に担当時間が廃止されてからは、長官職は空席のままである。記録官聖パトリック大聖堂の主席司祭がついていた。1890年の国境廃止時にその地位を有していた主席司祭の死に際し、記録官職は、 騎士団のキングオブアームズに移管された。エモンの騎士団のエモンのは、クローツエカンと呼ばれた紋章のエモンのであった。アイルランドのアッシャークローツエカンは、イギリスにおけるクローツエカンとは異なるものの、それに相当するものではあったようで、アイルランド上院において、若干の役割を持っていた。アイルランドにおける、この地位は1933年以来空席となっている。 秘書と決闘官どちらもアイルランド会員所属の騎士団員が担当していた。秘書は1926年以降空席である。決闘官は1885年に空席となった。1889年に一旦復活したが、その後1930年から再び空席となった。キング・オブ・アームズこの地位はアイルランド門商院長官であるアルスター・キング・オブ・アームズが保有していた。 1920年のアイルランド統治法によるアイルランド島の分割を受けて、1943年にはその地位が二つに分かれていたため、北、アイルランドに関するものに限って、その地位はイングランド北部の紋章を管轄する呪い、キング・オブ・アームズと統合された。呪い及びアルスター・キング・オブ・アームズは、現在も存続しており、上記のごとく聖パトリック騎士団の記録官と、 キング・オブ・アームズの地位を兼務している。アルスター・キング・オブ・アームズは、それが、アイルランド自由国に関するものに限って、アイルランド紋章館長の地位になった。ヘラルドとパーシバンとセーパトリック騎士団は異なる6つの紋章飲員職員を保持しており、数では他のイギリス騎士団よりも多い。2つのヘラルドは、それぞれコークヘラルドとダブリンヘラルドとして知られている。 四つのパーシバントのうち三つは特定の故障がないが、四つ目は1552年に設立された役職であるアスローンパーシバントであった。騎士団引用ローブを着用したエルンスト・アウグスト騎士団の規則では、リボンは青空色と定められたが、正確な色調は時によって異なっている。騎士団の清掃は、ローブと呼ばれるマント、帽子、軽色からなり、 騎士団の行事の際に着用される。そして一般の清掃の際は大綬章と清掃を着用する。ローブ空色で白いシルクの裏地が貼られている。清掃を左側につける。ローブには青いフードがつけられている。帽子元々は白いサテンに青いラインが入っていたものであったが、常時四世によって黒のビロードに変更された。帽子には赤、白、 青三色の羽飾りがついていた。軽色黄金製のハープとチューダーローズが交互に繋がれている。チューダーローズは赤の入った白と白の入った赤にエナメルで彩色されている。中央のハープの上には王冠がつき、下に気象が吊るされている。大樹昇か端部に気象がついた青空色の大樹を左肩から右腰へたすき状にかける。気象軽色用と大樹昇は 同じデザインである。金で作られており、中央の聖パトリック十字の上に三つの王冠を運ぶシャムロックが配された。その周りは標語をマジェスキュールで書き込んだ青い円で囲まれ、さらにローマ数字で騎士団の創立年マドクックスイが書き込まれていた。聖章騎士団の聖章は八芒星の形をしており、それぞれの棘は光の束を表している。中央には、 京語と設立年が書かれ、気象と同じデザインになっている。聖書は左胸にピン止めされた。グランドマスターの勲章は当初他の騎士と同じデザインであった。しかしウィリアム4世は1831年、グランドマスターに対し、ルビー、エメラルド、そしてブラジル3ダイヤモンドが付けられたバッジと聖書を与えた。これが後にアイルランドのクラウンジュエルとして知られたものである。 それらは、騎士用の軽食5つと共に1907年に盗まれたことで有名であり、今も行方は分かっていない。騎士団に関するいくつかの品物は、アイルランド共和国と北アイルランドの博物館に収蔵されている。騎士団の122番目の騎士である、クロンブロック団爵ルーク、ディロンのローブは、ダブリンのアイルランド国立博物館に展示されており、第3代キルモレー博、 フランシス・ニーダムのものはニューリー博物館に収められている。ダブリンのアイルランド国立美術館とケース博物館はそれぞれ騎士団の規則を保有している。北アイルランドの国立博物館と美術館、アルスター博物館は多くのコレクションを展示し、さらに2枚のローブを収蔵している。なお、アイルランドコノエ連隊は騎士団からキャップスターと標語を流用している。 騎士団のチャペルであった聖パトリック大聖堂騎士団のチャペルはもともとはダブリンの聖パトリック大聖堂であった。主権者を含む騎士団の各々のメンバーはチャペルのクワイア席を割り当てられ、主権者の頭上には紋章の衣装が配置された。騎士の席の頭上に据えられていたのはローブで覆われ、装飾された兜で、そのてっぺんにはその席の騎士のクレストが配され、 さらにクレストの頭上にはその騎士の紋章で飾り立てられた紋章旗が吊るされていた。かなり小さいが座席の後ろには真鍮製のプレートが取り付けられており、その席を持つ人物の名前、紋章、騎士団に加入した日付が記されている。その席の騎士が死ぬと旗とクレストが下ろされ、その席を着く人物のものに差し替えられた。1871年に、 アイルランド国境が廃止された後に、チャペルは使われなくなった。ただし騎士団の紋章旗や、その他は、時の主権者である、ビクトリア女王の遺行により、現在でもそのままの状態で残されている。騎士団は1881年に、ダブリン城のグレートホールに、紋章旗、ヘルム及び、期中紋章版が準備されるまで、公式の本部がなかった。アイルランド自由国が成立した際、 当時生きていた騎士の紋章旗は取り外された。1962年にホールが改装された時には、1922年当時の騎士団員の紋章旗がかかっているべきだと決められた。既存の旗は修理されるか新しく作り直された。京田ブ林城で見ることができる旗はこの時のものである。グレートホールは騎士団との関係から聖パトリックホールと改名され、 また、騎士団の公文書法官庁として使用された。入団式、その後の叙勲式は、それらが取りやめられるまでの期間聖パトリックの日に、しばしばここで行われ、入団式後の騎士の晩餐会もこのホールで、取り行われた。聖パトリックホールは現在では、アイルランド大統領の就任式の場となっている。他の多くのイギリス騎士団と異なり、座席版と、 奇中紋章版は、団員騎士の名を連続して記していくタイプではなかった。座席版は1871年までに除任された80人以上に、上る騎士の34枚のうち、わずか3枚が残されるのみである。その後除任された60人40枚の奇中紋章版も現存している。座席版の場合、連続した記録を作らなかった理由はおそらく30、36センチメートルという、 プレートの小ささに起因している。ダブリンの聖パトリック大聖堂にある聖パトリック騎士団のメンバーのいくらかを記録しているパネル騎士団員には騎士階級が要求されていたため団員特権の多くは実質的に意味のないものであった。彼らは騎士としてサーを名前の上につけることを許されていたが彼らは皆貴族階級であったためその名乗りが使われることはなかった。 騎士団員は、赤字順位が高いということで役職に就いたが、実際には、貴族特権によって皆それより高い地位にあった。聖パトリック騎士は、KP のポストノミナルレターズを使用することが許される。個人が、複数のポストノミナルレターズを使う権利がある場合、以下の順に列記するように定められている。騎士は、自らの紋章を、飾り輪と軽色の絵で囲むことができた。 飾り輪は、軽色の外側か上のいずれかに描かれ、バッチは軽色に吊り下げられる形で描かれた。彼らは、紋章の盾持ちを描く権利も有していた。これは、非常に高度な特権であり、過去において、また現在にも、もっとも、聖パトリックの騎士は、全員が貴族か、イギリス王室の一員であったので、どちらにしても盾持ちを使用する権利は、すでに持っていた。 ありがとうございます。